お疲れ様です。よく来たね。装備を作るんだ。いい時に来たね。今なら新しいものが作れるよ。人生何が起こるかわからないもんだね。まさかこんなところで骨董屋してあんたみたいな子に出会うなんてさ。さてどうしようか。要はそれだけ。またのお越しを。よく来たね。装備を何がお望みだ。それでいいか。ほらよ、待たせたね。何がお望みだ。それでいいか。ほら、持っていきな。これで間違いないの。ほらよ、待たせたね。何がお望みだ。さて、どうしようか。さて、どうしようか。要はそれだけ。またいらっしゃい。よく来たね。何にする？さて、どうしようか。何がお望みだ？ほら、持っていきな。さて、さて、どうしようか。何がお望みだ？
気は済んだ。またのお越しを。ごきげんよう。依頼を受けていただけますか？それ。ああ。来たか。オンに切る。よく来たな。何をまとめて手放す。分かった、引き取ろう。ん？もういいのか。どれだ。それを手放す。分かった、引き取ろう。それを分かった、引き取ろう。いいさ、引き受けた。それ分かった、引き取ろう。それ分かった、引き取ろう。いくつ、いい、分かった、引き取ろう。いくつ売る。それを手放すの。分かった、引き取ろう。いいんだな。ああ、引き受けた。いい、ああ、引き受けた。いい、分かった、引き取ろう。いくつ、いい、ああ、引き受けた。何を持ってきた。それ分かった、引き取ろう。それ分かった、引き取ろう。それを、ああ、引き受けた。いいんだ、ああ、引き受けた。どうする。役に立ちそうなのを仕入れておいた。じっ、そいつでいいのか。ああ、分かった。何を探してる。そいつで。ああ、分かった。今日はいつもより安くしてやる。ゆっくり見ていけ。何か悩んでいるなら正しいと思うことを選べ。ん？分かった、持っていけ。そいつ、分かった間違って。分かった、持っていけ。間違って。分かった、持っていけ。どうする。ゆっくり見ていけ。そ、分かった、持っていけ。間違いない、やめるんだな。そいつ、分かった、持っていけ。わ、分かった、持っていけ。わ、ああ、分かった。用は済んだのか。また来い。
ああ、どれだ。いいんだな、わかった、引き取ろう。いくつだ。いい、ああ、引き受けた。いくつ、それ、ああ、引き受けた。いくつ、それ、ああ、引き受けた。いくつ、いい、わかった。いくつ、いい、ああ、引き受けた。いくつ、いい、ああ、引き受けた。いくつ、いい、わかった。いくつ、いい、ああ、引き受けた。ん？もういいのか。じゃあな。ごきげんよう。お待ちしておりました。ここがあなたの住んでいる学生寮です。ここがあなたの部屋。見慣れないものに囲まれておりますね。ところで、あなたの部屋に出かけたいという私の依頼についてですが、そのご不審に思われませんでしたか？そうでしたか。実は私、折り入ってお話ししたいことが。こちらの世界を探訪して、私は多くのものに触れました。何もかもが忘れられない思い出、きらめく宝珠のようでございます。にぎわう街並みを歩いたり、食を楽しんだり、神社で無邪気に過ごして、あなたの学校にも行って、そして私、気がついたのでございます。私は無意識に、依頼の回を追うごとに、よりあなたに近しい場所を指定しておりました。ですから本日は、こちらの世界で最も深くあなたを知り得る場所、あなたの部屋に出かけたいと依頼させていただいた次第でございます。失礼いたします。覚えておいででしょうか。以前、学校を案内していただいた日、あなたに触れた私が充実を感じると申し上げたこと、私にとってああいった心境の変化は初めてのことでございました。どうして私は充実を感じたのか、私、こちらを訪れてようやくその疑問の答えにたどり着きました。答えは実感だと存じます。ベルベットルームの住人である者が心待ちにするのは客人、その訪れだけが外界との接点であり、私どもに意義を与える。こうしてあなたに触れることで、私はそれを得るのでございます。いっそありていに申し上げます。私、世間知らずゆえに、いろいろと頓狂なこともあったかとは存じますが、さすがに私でも殿方の資質に上がり込む意味くらいは存じております。もしあなたさえよろしければ、お手引きをいただきたいのです。ありがとうございます。初めてこちらの世界に来た頃とは、まるで別人になった自分がいる気がいたします。これ以上こちらにとどまっては、己の本来の役割を忘れてしまいそうですが、それはあなたにとっても不利益ですから、こちらの世界を巡り歩くのはこれを最後にさせていただきたいと存じます。私の好奇心に最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。本当に。それでは、名残惜しいですが参りましょう。
依頼を受けていただけますか？素晴らしい。楽しみにしております。ええ、感謝いたします。それでは。あの後大変だったんだよ。入会するはずのチミがしないって言い出すから、僕ご本尊に謝り倒してズボンの膝のとこに穴開いたし、見てよ、僕激痩せしちゃったでしょ。そうだ、そんなことはない。僕はね、寝起きでもハムカツいける。シミの言いたいことわかるよ。本当は僕と一緒にいるのが恥ずかしいんだろ。僕は弟と違って勉強も運動もダメだし、短足の豚足でかっこよくないし、制服のズボンにいろんな汁がついてるし、こっちの世界じゃね、僕は厄介者さ。死んだ双子の弟の代わりになれないから。みんなしてバカにしやがって、こんな世界早く滅びちゃえばいいって思ってたんだ。でも今はまだチミが、このままじゃねえ僕ね、頑張るよ。聖域に行ければ僕だって中三頭身だ。足も長くなるし、すね毛もない。じんわり体が光るから夜道も安心。な、美しいだろ。弟にだって負けてないだろ。だからお願い、僕を見捨てないで。じゃあ今日は食べずに行くね。ご本尊にまだ許してもらってないんだ。新規のサークル入団者も早く見つけないと。今の彼だ。頼まれてくれるね。いいっすよ。あんなの僕らだけで金もらえんなら。ついでっつったらあれなんすけど、連れに金欠のやつがいるんすよ。いいだろう、呼ぶといい。働いてくれれば謝礼は二人分だ。ん？おや、君は132,000円だろ。君と同じ手口で私の息子もやられたよ。とばっちりを受けたくなかったらもうあいつには近づかない方がいい。おかえりなさい。
新規サークル入団者ゲット、ノルマ達成、イエス。噂をすれば、うお、後ろのチミも入団するって、か、カモがネギしゃってきた、カモネギ、イエス、イエス。騙す？チミ、何言ってるんだい？チンプンカンプンだよ。僕は助けてあげたいだけだ。僕みたいにこっちの世界で苦しんでる人、チミみたいなイケメン君にはわからないんだ。僕らがどんだけこっちで苦しいかなんて。邪魔するなら、絶交するんだからな。ついてこないでよ。サークル関係者以外立ち入り禁止だ。これって エマージェンシー、しかも S ランク。もうすぐこの世界が滅亡するって、どっかの有名な宗教にあったな、そんなのは。もっともその宗教には寄進しろなんて概念なかったがね。財産を捨ててこいだよな。有名どころの宗教の世界観の寄せ集め、インチキ宗教団体の典型だよ。僕を騙したんだな。ああ、君は騙されてたんだと言っても我々にじゃない。君が信じてるサークルってやつにさ、真相が分かれば少し気の毒な気もするが、どっちにしても君、少々悪ふざけが過ぎたよ。顔はやめておきたまえよ。殴った痕跡から足がつく。僕死ぬ、死んじゃった。ここに僕は死んで転生しとんだ。ついに正義だった。怖くない、怖くない。どうして来てくれるんだよ。僕、絶交だって。あんなひどいこと、怖かったんだよ。痛いの今だよ。ごめんなさい。
だから汁飛ばすんじゃねえよ、汚ねえな。俺ら帰るわ、バイトあるし。付き合いきれんな。金のことはもういい、二度とうちの息子に近づくなよ。しびってやつ、ビビってやつ。私だけど、ちょっといい？おはよう。ねえ聞いて、アイギス今日帰ってくるんだって。ミツル先輩から聞いたの。傷ちゃんと治ったみたい。今日は夜になったらラウンジに集合ね。忘れないでよ。じゃね。もう行こっか。弟と僕ね、二卵性の双子だったの。だから全然似てない。弟の方がイケてた。末光のブサイクな方って言われて、いつも兄弟で比べられて勝てなくて。弟をさ、よく意味もなくぶってたんだ。でもあいつ、兄ちゃんって僕のこと。中二の時に一緒に買った肉まんを食べて死んじゃった。食中毒で。弟が食べた方の肉まんだけが豚肉の加熱不足だったんだって。僕ね、その時泣けなかったんだ。正直ホッとしたよ、もう笑われずに済むって。ありがとう。でも分かってる、僕はひどい兄さんさ。弟の分までね、頑張ってた頃もあったんだ。
英語の通信講座受けたり空手習ったり。でもね、弟ならもっとうまくやれたろうなって考えたら、その周りに笑われてる気がして。食べてる時だけが安心できるんだ。目の前に集中して周りの声が聞こえなくなるね。これがグルメキングの正体さ。コンプレックスの塊で食べることに逃げてて、こんなんじゃ一生かかっても弟の代わりになんてなれやしないよね。僕は僕、僕は僕、そうなのかな。そっか、君の言う通りだ。僕は弟になれない、別の人間なんだもん。こんな簡単なことに気づけなくて今までの僕ってば。なんだよ。ありがとう、本当に本当にありがとう。我は汝、汝は我、汝ついに真実の絆を得たり、ここに月の力がその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え、月の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。突然だけどね、チミ、グルメキングの SP 解任クビだ。だってグルメキングになるんだから。今日が2代目グルメキングの襲名披露だ。何も知らない商店街の皆さんがくれたんだ。僕の食べっぷりに惚れたんだって。今までの僕は偽物だから決めたんだ、本当のグルメキングになる。フードライターっての？食べることを仕事にしてさ、極めるよ、食を。いつか死んで天国で弟に会えたら言うんだ、僕は世の中のうまいものを食べ尽くした、兄ちゃんすごいだろうってね。それ僕が本当のグルメキングになれるまで貸しといてあげる。失脚しちゃったけどさ、3代目は僕だ。返り咲いてみせるよ、鮮やかにさ。約束するよ、チミと弟に。あれ、弟の話をしても平気だ。気持ち悪くならないし、お腹も空かない。っていうか、葉隠れのラーメンってこんなに美味しかったんだね。ついさっき戻りました。ご心配をおかけしました。いやー、よかった。丸1ヶ月だもんな。心配したぜ、マジ。私も万が一のことになったらどうしようって。私は機械ですから、全損したとしても作り直せます。仮に全てがなくなってもアイギスという仕様は残りますから。まあ自分はそんな言い方しなくたって。完治にはもう一周と言われたんだが、無理を言って急いでもらった。明日は大晦日だからな。本当にご迷惑をかけてすみませんでした。ラボの方へは
ミツルさんが来てくれていました。あの夜のことは聞いてます。いろいろ大変だったみたいですね。お元気でしたかって。元気なはずないですよね、こんな状況じゃ。ごめんなさい、私がダメだったから。10年前のあの日、私あなたに。でも私があんなことしなければ、こんな辛い思いさせなくて済んだのに。涼二君が言ったこと、出された選択の答え、もう決めたんですか？お願いがあります。明日涼二君がやってきたら、彼の命を。皆さんがこの先ただ苦しみ続けるなんて、私耐えられない。こんな辛い記憶なら消す方を選んでほしい。たとえそれで今までの思い出や私のことを忘れたって。アイギス、戻ってくるなり何の話を。本当だぜ、アイギスらしくねえって。そんなのどうしたんだアイギス。私、何のためにここに帰ってきたんでしょう。シャドウから皆さんを守るのが私に与えられた務め。でも私じゃ勝てないことがはっきり分かりました。私、どうしてここにいるんだろう。いくら皆さんを思っても、涙を流すことさえできないのに。アイギス、どうして無駄と分かってて戦おうとするんです。どうして一つしかない命を苦しいだけの戦いに使ってしまうの。そんな命を投げ出すようなこと、私には全然分からない。投げ出す気なんてない。そんな気がないから先を見たくなるんだ。そうだろ。はい、わかりません。命を持たない私にそんなこと。そんな命がどうとか関係ねえよ。私はシャドウから人間を守れと命じられた機械です。でも私の力じゃその命令は果たせない。今の自分が何のためにいるのか私わからないの。でも誰も答えをくれなくて。そりゃ当然だ、生きる死ぬなんてのは人から教えてもらうもんじゃねえからな。誰だってなかなか決めらんねえんだ。オールオッケーなんて選択肢ねえからな。けど生きてる限りは何か選んでかなきゃなんねえ。だから同じに悩んで頑張ってるやつ見ると、なんとかしてやりたいって気になんだ。その気持ちで俺らはなんとか進めんだよ。全然まとまってねえけど、多分そんなもんだ。そんなもんですか。アイギスが一人で倒れてたの見たとき、私気持ちが痛いほど分かった。今度は私が守りたい。アイギスを忘れるなんて絶対できないよ。風花さん、目的なんて誰でも見失う。だがそうなったらまた探せばいい。見つからなければ目的を変えたっていい。探すことを目的にしたっていいんだ。偉そうなことは言えないが、この一年で少しだけ分かった気がする。生きるとは変わるということさ。そして決めるのはいつだって自分自身だ。私も変われるでしょうか。もう随分変わったさ。自分で気づかないのか。こうして話しているとまるで本当の人間だ。私に命じられた目的が今
わかりました。私は生きろと命じられた機械、命じたのは私自身。怖くても生きてみよう。私は私と約束したから。やり方なんてわからないけど、それも多分生きることなんですね。そうです、きっと。私も皆さんの仲間に入れてもらえるでしょうか。当たり前だろう。ったく、前からだっての。ありがとうございます。私はこれから何があっても皆さんと一緒です。たとえ何があっても。うん、私は装備を作るんだね。何がお望みだ？何がお望みだ？さて、どうしようか。
それでいいか。ほらよ、待たせたね。ほら、持っていきな。この辺も随分綺麗になったもんだ。特にポートアイランドの方とかさ。何がお望みだい？何がお望みだい？気は済んだ。またのお越しを。気をつけてな。それで新しいのを調達しておいた。時間があるなら見ていくといい。ゆっくり見ていけ。ゆっくり見ていけ。どうする、どうする。ゆっくり見ていけ。ん、もういいのか。じゃあな。よく来たね。装備を作る。何がお望みだ？何がお望みだ？さて、どうしようか。さて、どうしようか。何がお望みだ？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 それでいいか。ほら、持っていきな。要はそれだけ。またいらっしゃい。よく来たな。何を持ってきた？いくつだ？それ、わかった。引き取ろう。
用は済んだのか。じゃあな。